おはようございます。チロチロです。新型コロナ、東京では100人超えが見られ、1日の感染者数としては5月2日の154人以来2ヶ月ぶりで、緊急事態宣言解除後最多の数字となりました。大阪でも感染者数が2桁になり、第2波にまだまだ注意が必要な状況となっています。さて、本日は久しぶりにヘッドライトの黄ばみ、くすみ除去をやっていこうかなと思います。本日使います車両は0円タントです。私の動画では洗車関係の動画を主にアップしています。シリコン洗車を中心にお届けしていますが、今日のように時折ヘッドライトくすみ除去や磨きなどもアップしています。動画が役に立った、もしくはためになったって方は高評価ボタンもよろしくお願いいたします。また動画内で使用しているアイテムは概要欄にリンク貼っていますので、気になる方は一度チェックしてみてください。本日はタントのヘッドライトに WD-40 での秒殺くすみ除去と、マグワイヤーズでの手磨きでのくすみ除去をやっていきます。現在の映像は以前に100均ダイヤモンドで磨いたヘッドライトの映像となっています。さて、本日は久しぶりに0円タントを使ってヘッドライトくすみ、黄ばみ除去をやっていこうかなと思っています。こちらの映像、右側のヘッドライトは以前に100均ダイヤモンドで磨いたところとなっています。右側は以前に WD-40 で行ったところですね。以前にこちらの動画でお届けしましたが、早それから3ヶ月ほど経過しています。WD-40 でのヘッドライトくすみ除去は、おかげさまで20万回再生され、驚いております。WD-40 は施工すると瞬時にくすみを除去してくれますが、3ヶ月ほど今まで観察してきましたが、おおよそ1ヶ月ほどで元の状態にまでは戻りませんが、くすみ状態に戻ってしまいます。こちらのヘッドライトが以前に WD-40 を施工したところとなっています。WD-40 を使用する際は定期的に施工する方法が一番いいと思っていますね。やっぱり1ヶ月ほどで元の状態までには戻りませんが、若干くすみ状態になってしまいますので。それに加えて100均ダイヤモンドを使ってのヘッドライト磨きを以前行いましたが、そちらも3ヶ月ほど経過しましたが、今まで観察してきましたが、100均ダイヤモンドでの磨きもやっぱり徐々にくすんできました。本日はまずタントヘッドライト、マスキング右を WD-40 で、左を マグワイヤーズでやっていこうかなと思っています。まず WD-40 からやっていきます。乾いたショップタオルに WD-40 をつけ拭いていきます。もうこの段階で一瞬でくすみ取れてますね。現在わかりやすいようにスローで動画をお届けしています。本日の流れとしては、マスキング右を WD-40 で、左をマグワイヤーズでやってみると綺麗になるのか、そしてその後カーシャンプーで洗車しても効果が落ちないのかを検証していこうかなと思っています。スロー映像から通常速度に戻しています。もうこの段階で綺麗になっていますね。軽くショップタオルで拭いただけです。ビフォーアフターです。3ヶ月ほど前に WD-40 を投稿して20万回も再生されるとは思っていませんでしたが、多く再生されるとコメントも多く来ていました。WD-40 は瞬時に綺麗になるが、その後洗車すると瞬時に戻るとのコメントもありましたので、今回は実際に検証してみたいなと思っています。マスキングの右部分、WD-40 施工できました。やっぱり瞬殺ですね。磨きに比べると短時間でくすみが取れます。WD-40 を使った当初はどのようなものかわからずに使い始めましたが、本当に瞬時に綺麗にしてくれます。耐久性についても初めて使う商品ですので、今も現在観察
中ですが、洗車するとすぐに戻るようなことはないと思いますが、今日は一度この後洗車してみようと思います。とりあえず WD-40 で磨くとこんな感じになりますね。次は左をマグワイヤーズで磨いていきます。ヘッドライトのマグワイヤーズ磨きは初めてですので、一体どうなるのかはわかりませんが、コンパウンド成分も入っていますので、ある程度綺麗になってくれるのではないかなと考えています。実際やってみないとわからないですね。今回は綺麗なショップタオルにマグワイヤーズをつけて軽く磨いています。今回は磨きになりますので結構時間はかかりますね。ちなみにですが、こちらのゼロエンタントシリーズを見てもらえれば元の状態が確認できます。ゼロエンタントは12年落ちの車でしたが、ここまでやっと綺麗になってきています。今回使用しているマグワイヤーズですが、アメリカの商品ですので詳しくはわかりませんが、ただのコンパウンドではないようです。私もマグワイヤーズの方はちょっと気になっていましたので、ネットで調べましたが、英語説明のためやはりよくわかりませんでしたが、ボンネット磨きでは素晴らしい結果が得られましたので、ヘッドライト磨きも期待しています。磨きのため所々早送りでお送りしていきます。はい、だいたい磨きできました。元はこんな感じですね。この違いとなっています。ショップタオル結構汚れていますね。こんな感じですね。マグワイヤーズ磨きできましたので、まず軽く水で流していきます。耐久性についても初めて使う商品ですので、今も現在観察中ですが、洗車するとすぐに戻るようなことはないと思いますが、今日は一度この後洗車してみようと思います。磨きのため一度水で流しましたが、今のところくすみが戻っている感じはないですね。とりあえずマグワイヤーズ磨き後、軽く水で流した後にマイクロファイバー等で今拭き上げました。そして最後に今水分拭き上げていますが、特に変わりないですね。綺麗になっています。くすみが戻っているっていう感じはありません。マスキングテープ右側マグワイヤーズでただいま磨き上げました。ちょっと確認していきますね。ズームで見ていますが、やっぱり綺麗になってますね。コンパウンド成分が入っているせいか、結構くすみ取れています。こんな感じですね。はい、次は全体を確認していきます。マスキング右が WD-40 で行いました。左がマグワイヤーズで仕上げました。こんな感じとなっています。左右ともに違いなく綺麗になっていますね。今回初めてマグワイヤーズで右側を磨きましたが、マグワイヤーズ磨きもいいですね。ヘッドライトにも有効に働いているようです。くすみ除去にはマグワイヤーズいいかもしれません。はい、それでは次は中央に貼ってましたマスキングテープを剥がしていこうかなと思います。一応スローで今映像をお届けしていきます。これからマスキングテープを剥がしていきます。はい、今剥がせましたね。もうこの段階でくっきり境目が出てますね。マスキングテープ中央に貼ってましたマスキングテープを剥がしましたが、違いがくっきり出ています。マグワイヤーズを使ってのヘッドライト磨きも良さそうです。
ただいま映像的にはズームで見ていますが、もう違いがくっきりですね。中央のマスキングテープを貼っていたところのみくすんでいる状態となっています。左側が WD-40 を施工しました。中央がマスキングテープ貼っていたところとなっています。ただいま右側ですね、こちらの映像がマグワイヤーズで磨いたところとなっています。この違いとなっています。今まで私の動画でヘッドライトくすみ除去を何度かお届けしてきましたが、個人的には WD-40 はあまり耐久性が求められないため、100均ダイヤモンドでの磨きがいいと思っています。磨きのため少しは時間はかかりますが、コストは100円ですし、耐久性は100均の方が格段にいいと思っています。今回ヘッドライトにマグワイヤーズ磨きもやってきましたが、今のところ良さそうですね。WD-40 もマグワイヤーズ磨きも共に綺麗になっていますね。はい、次は WD-40 を使って中央のマスキングテープを貼っていたところがくすんでいますので、これから施工していきます。映像的にわかりやすいように、今回は直接噴霧しています。スローで現在映像をお届けしています。今かけましたが、もう瞬時にくすみ取れてますね。ここから綺麗なショップタオルを使って軽く拭いていきます。もうこの時点でくすみなくなりましたね。もうただ WD-40 をかけただけで瞬時にくすみは取れてくれます。ビフォーアフターですね。この後すぐに綺麗になりますね。この違いとなっています。一瞬ですね、本当に WD-40 を一瞬かけただけで綺麗になります。WD-40 は本当に、まあそうですね、直接噴霧でも構いませんし、ショップタオルにとってやってもらってもどちらでも大丈夫なんですけど、本当に5秒あれば十分に綺麗になりますね。もう一度ビフォーアフター見ていきます。この違いです。こんだけ違いますね。左側が WD-40 を使ってやってきましたし、右側はマグワイヤーズを使って磨き上げました。こんだけ綺麗になりましたね。次は一通りくすみ除去できました。ヘッドライトのくすみ除去ができましたので、この後カーシャンプーを使って洗車していこうかなと思っています。はい、それでは早速フォームボトルを使って洗車していきます。今回は小さいハケを使って洗車しています。隅々まで洗車できますので助かります。一応軽く洗車 してみました。洗車後軽く今流していますが、特に違いはないように思えますが、この後拭き上げていくから確認していこうかなと思っています。再度シャワーに切り替えて現在流していますが、特に変わりないですね。今のところ特に WD-40 のところがくすみが戻っているっていう感じはありません。これから軽く拭き上げていきます。特に違いはないですね、今のところ。くすみが戻っているというよりは、なんかより綺麗になった感じがするのは私だけでしょうか。綺麗になってますね。もう一度こうやって確認していきますが、特にくすみが戻っている感じはないですね。右側がマグワイヤーズで磨いたところで、左は WD-40 を施工しました。で、マスキングテープを貼っていたところは WD-40 で仕上げています。特に変わりないですね、今のところ。一応 WD-40 でのくすみ除去は、洗車するとすぐにくすみ状態に戻るとのコメントがあったので、今日は検証してみましたが、やってみた結果、くすみ状態には戻りませんでした。
もしかするとシリコンオフ的なものを施工すると戻るんですかね。ちょっと今回の検証ではそのような結果にはなりませんでした。どちらにせよ定期的に WD-40 を施工するなら WD-40 もいいと思いますが、耐久性を求める方は100均ダイヤモンドでの磨きがいいと思います。現在洗車後アングルを変えながら見ていますが、特に戻り状態ではなっていないですね。今回初めてマグワイヤーズを使ってヘッドライト磨きやってみました。全く情報はありません、データはありませんが、今後マグワイヤーズ磨きも観察し、どの程度耐久性があるかを見ていきます。おそらく 2,3 ヶ月は十分に持ってくれるのではないかなと期待しています。最後までご視聴ありがとうございました。